最後までふざけやがって。悟空、ジェ、みんな、なんかやばい雰囲気でゲス。ワテらもさっさと脱出した方がいいでゲス。この会場もろとも俺たちのマシンを破壊するつもりか。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ、早くこっちに来い。ゴーク、早くするねゲス。冗談じゃねえ、まだまだ終わってねえぞ。まだ列兄貴が来てねえんだ。列？そうでゲス、列君はどうしたんでゲスが。そういえばこの建物にみんなが入ってきた時も列君だけは見なかったよ。こんな時に限ってリーダーは一体何してるんでゲスが。何にしてもここは危険だ、一旦場所を離れよう。列を探すのはそれからだ。ゴー君、もうちょっとだ。兄貴が勝負を捨てて逃げ出すようなやつじゃねえ。え、来た。よっ、遅かったな、レッツ兄貴。先に優勝しちまったぜ。すまなかったな、ゴー。ソニックのメンテに時間がかかっちまった。まあいいさ。俺も最後の相手があんな野郎じゃ、優勝したって気もしなかったところだしな。そっか、時間がないみたいだな。それじゃあそろそろ始めるか。ああ、いつでもいいぜ。ちょっと待ってゲス、二人とも何を言ってるんでゲスか。悪いな、トキチ、先に出てくれ。ごめん、トキチ君、みんな。でも、約束なんだ。約束？ああ、どうせこれが終わったら、また一緒のチームで戦うことになっちまうからな。この大会だけは、二人で全勝して、絶対決勝を戦おうって決めてたのさ。レッツ君、ゴー君。そんな無茶ぶりです。早く脱出しないと。トキチ、やらせてやろう。両からまで、もうどうなっても知らないでですよ。ごめんみんな。それじゃゴー、準備はいいな。お、俺のマグナムと兄貴のソニック、どっちが早いか、最後の勝負だ。
兄貴が弟に負けるなんてな。そんじゃ明日から俺が兄貴になってやろっか。バーカ、そんな出来の悪い兄貴なんかいるか。言ってくれるぜ、まったく。あんたも、そろそろやばい。そうでげす。のんきに話なんかしてる暇はないでげすよ。レツくん、ゴーくん。ああ、いけないいけない、そうだった。おい、まだそんなところにいたのか。早くしろ。おお、悪かったな、みんな。行こうぜ。
り俺が一番だぜ。いや、行けまったく。そんなとこで寝てると風邪ひくぞ、ゴー。